あ、止まっちゃうね。止まっちゃう？お、ちょっと止めているかもしれない。トラちゃんレポート。おっと、来た。トラちゃん。トラちゃんかな？あ、来た来た来た。おはようございます。あ、トラちゃん来ちゃった。あ、トラちゃん。はよはよはよ。あ、トラちゃん今日は意外と。あ、すごかったトラちゃん。トラちゃん。あの、これなんていう犬でしたっけ？フランスのボルドーマスティーグ。ボルドーマスティーグ？マスティーグね。はい、トラちゃん。はい、はい、トラちゃん、これいつもこれね、今全国放送してて、トラちゃんに会いたいっていう子たちが多いんですよ。あ、そう。で、一回この前見てたら、トラちゃん、そうそうそう。あ、そうですか。そう、よだれがついちゃうね、ただね。あ、トラちゃん、またネックルがあって。あー、それか。嬉しいな。これな、嬉しいが。そう、トラちゃん、今日も、徳島県の方からトラちゃん、今日会えますようにとか言って、今、うん。そうなんですか。そう。ここの町内いるんです。あ、そうなんですか。そこにいよ。はい。お蕎麦屋さんが。はいはい。ね、お蕎麦屋さんですか？うん。お蕎麦屋さん、そこにね。あ、お蕎麦今度食べに行きます。あ、え、お蕎麦屋さんの？お蕎麦屋さん。マスターさん。この町内の。そうですか。そこに、あずまで日本そば。日本そばじゃん。そうだったんですか。トラちゃんもそば食ってるんですか。おそばもう大好きで。大好きで。トラちゃん、甘えん坊なんだ、これ。かわいいんだよ、でっかくて。はい、今日はトラちゃんに会えた。よかった。おー。おー。はいはい。OK。どんどん飛んでた。もうね、トラちゃんはね、あの僕のブログに出てるんです。ビデオで。はい。お蕎麦屋さんの人気者なんです。あ、そうですか。じゃあお蕎麦屋さんもついでに宣伝しておきます。あずま、総本店して。あずま。150年続いてるの、私が5代目です。はあ、そうですか。あれ？県内の最高。あそこか。あの蔵のところの。あ、そうでしたか。ああ、なんだ、行ったことあります、なんかもう。ああ。もう今、そうですよね。喧嘩でもね。もう老舗で、もう優秀ある。組合の茨城県の副理事長やってるんですよ。そうですか。お蕎麦屋さん260件。ああ。起きて、トラちゃん起きて。はい、トラちゃん。毎朝この時間にやってるんですね。毎朝。毎朝ね。そうですか。引き運動でこっちが前ちゃうからオートバイでぐわーっと遠くまでしてここで歩きながらね。オートバイでついてきます。これオートバイでもすごいですね。4キロくらい前。1日何回ですか？1日、2回。朝は2回、夜はやってもやんないで、朝は毎朝これ、ね、これよく、ね、慣れてますよね、人にね。もう優しい性質は最高に。うん、本当にね、だから お子さん方がみんなもうね、行き合いなくて、お蕎麦食べに行こんにちは。子供さんだけいっぱい違う。それもあるんだ、トラちゃん慣れてる。どうぞ、お願いします。わかりました。あずま総本店の名物県です。はい、わかりました。あの、合わせて。ほら、トラちゃん来たぞ。うちの、あの、ここに今、あの、塾なんですけど、ここで今、ラジオ体操やって、勉強するんですけど、みんなもう楽しみで。はい。お蕎麦屋さんに会いに来てください。あ、わかりました。お蕎麦屋さんね、行ってきますね。はい、トラちゃん、またね。じゃね。あれも。1日の午後9時から、あの、アドマチック天国って、はい。あの、7チャンネル、東京、テレビ東京。似てるんですか？で、今度、あの、うちが出ますから、おー。ちょっとご覧ください。わかりました。月曜日。わかりました。8月1日。はいはい。OK です。あれは銀座ね。はい。銀座がね、中継しますね。へえー、そうなんだ。トラちゃん中継できたぞ。お、エンジェル。おお。来たな。まあ、トラちゃん知ってるか。みんな、トラちゃんみんな知ってる。おお。はい。優しい方です。いい子いっぱいってください。はい。これは。今日写真が撮れて、ビデオも撮れました。全国から見てますから。はい、そうなんですか。じゃあみんなカバンを置いて。さあ、じゃあ、邪魔だから。どうもありがとうございました。